では今日の特集についてお伝えしていきます。今日は日本からおよそ8500キロ離れたポーランドについてお伝えしていきますね。はい、ポーランドはですね、国旗の色がですね、はい、日本と同じで赤と白の2色という共通点もあるんですが、はい、実は世界有数の親日国と言われているんです。その理由の一つに福井県が関係しているのを皆さんはご存知でしょうか。現地を取材することで見えてきた両国の関係を特集します。おみこしに乗って揺られている外国人の女性たち、実はここは日本ではなく東欧の国ポーランドです。首都ワルシャワでは日本の歴史や文化を伝える日本祭りが毎年開かれていて、大勢の人が詰めかける人気のイベントになっています。Super, to jest najlepsza, największa i najlepsza impreza w Warszawie i w Polsce. いただきます。親日国としても知られるポーランドですが、8500キロも離れた2つの国が絆を深めたのは、およそ100年前のあるエピソードがきっかけと言われています。ごめんください。あ、こんにちは。すみません。60年近くポーランドで取材をしてきた松本照夫さんです。日本とポーランドの知られざる関係について教えてくれました。特にシベリアにおける一般的に日本人に対してかなりポーランドの人は好意的な人が多いですよね。何か理由があるはずだということで考えるでしょ、探すでしょ。でそういう中の一つがこういう出来事だったわけですよ。シベリアから助けられたポーランド孤児のことなんですよ。シベリアから助けられたポーランド孤児とは、今からおよそ100年前のシベリアで命の危険にさらされていたポーランド人の子どもたちのことです。その当時のポーランドはロシアなどの侵略を受け国が消滅した状態でした。ポーランド人は極寒のシベリアなどで過酷な生活を強いられ、1918年に独立を回復したときには、およそ20万人のポーランド人がシベリアで生活していたと言われています。中には迫害などで親を失った孤児もいて、着るものも食べるものもなく瀕死の状態でした。そこで子どもたちを独立した祖国に返すため、ポーランド孤児救済委員会が立ち上がり、各国に救助を要請しました。その中で最も熱心に救済に当たった国が日本でした。そして孤児たちが上陸した場所が福井県の敦賀港だったのです。これは元孤児のサドフスキさんが当時の敦賀の様子について語ったインタビュー映像です。街を挙げてポーランド孤児を歓迎した当時の敦賀の人たち。孤児たちはその後東京や大阪で静養して祖国ポーランドへと送り届けられました。そういう子どもたちが、まあ、育っていって、そして結婚して子どもができたりすればまたその話をするでしょう。私は日本に助けられて、だから今お前たちが言うんだよということに子どもたちに話したかもしれない。あるいは職場でもそういう話はしたかもしれない。それがずっとおそらくポーランド社会の中に浸透してたんじゃないかっていうのが私のストーリーなんですよ。両国の絆を深めた孤児救済事業が終了してから100年。先月24日、この歴史を後世に残すための式典がポーランドで開かれました。1920年、
7月22日にシベリアのポーランド孤児の第一陣が敦賀港から日本にやってきました。ポーランド孤児について説明しているのは、東京都で児童養護施設などを運営する福田会。100年前にポーランド孤児に宿舎を提供し、今でも孤児たちが写真を撮った坂が現存していることで、救済事業の歴史を今に伝えるシンボルになっています。この日は両国の絆の証になるよう、ポーランドの博物館に福田会で撮影された写真のレリーフを寄贈しました。語り継がないといけないっていうのはやっぱり今知った我々の役割だよね。日本とポーランドのね、絆を深めると思いますね。それを期待して、まあ、あの我々の役割を果たそうなっていうふうな今の心境ですね。参列者の中には去年亡くなった安倍元総理の妻、安倍昭恵さんの姿もありました。本当はあの、主人があの26日に来るはずだったんでございますけれども、残念ながら来れなくなってしまってましたけれども、まあ、これから私自身があの、まあ、日本とポーランドの友好のために、何かしら尽力をしていきたいなというふうに思っています。そして今日、敦賀市にポーランドのミレフスキ大使が訪れ、ポーランドを象徴する果物リンゴの木を植樹しました。リンゴの木は両国の新しい絆になるように、日本とポーランドの国旗と同じ赤と白の花を咲かせるものが選ばれました。その後、人道の港敦賀ムゼームで孤児救済から100年を祝う式典が開かれました。普段からこの博物館でガイド活動を行っている敦賀高校の生徒が、この歴史を未来まで伝えたいと力強く宣誓しました。ポーランドと日本の関係がもっと良くなるといいなというふうに思って参加していました。敦賀ムゼームのガイド活動を通して伝えていきたいなと思いました。親日国として知られるポーランド、その礎となったポーランド孤児の歴史は、日本とポーランド両国の地で語り継がれていきそうです。